日本テレビの情報番組、スッキリ、月、金前8時は24日、同日放送の動物園、那須動物王国、栃木県那須町からの生中継で、お笑いコンビ、オードリーの春日俊明が、ペンギンの池に落ちる行為について、那須動物王国及び視聴者の皆様にお詫び、申し上げますと謝罪した。園は、同日、公式ツイッターを通じて、事前打ち合わせにはなかった状況とし、今後は取材ロケの受け入れについては、報道側に、動物の尊厳を傷つけるような行為がないように、厳しく対応してまいりますと報告。続けて、不快な思いを抱かせてしまったことに深くお詫び、申し上げます。何よりも飼育スタッフ、関わった広報スタッフも心苦しく思っておりますと伝えた。続けて、動物への安全配慮が不足しておりました。改めて、那須動物王国及び視聴者の皆様にお詫び申し上げます。今後は、より一層動物の安全に配慮し、番組制作をしてまいりますとコメントした。